はい、皆さんこんにちは、マヤシーブです。今日はこちらの、北京地下鉄 TK1 型電車を作りたいと思います。製造されたのは、1967年になります。試験車両ですので、1編成2両だけ作られた非常に珍しい電車でして、また本線にですね運用されることなく、あくまでも試験線の敷地内で走行するだけにとどまった電車でして、非常に短命な、すぐにですね、廃車ということになった、試験車両です。でですね、作り方としてはすごく簡単で、箱型ですので、まずですね、折り目の方に先からですね、やってますように、カッターで順番に筋を入れていきます。入れる場所もですね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 箇所だけ、非常に簡単ですね。カッターですね、筋を入れた後は手でこのように折っていきますと、きれいに直線的に折ることができます。最初ですね、全部折っていきまして、先にね、折り目をつけておくと後で綺麗に仕上がりますので、ここはサボらずしっかりと折るようにしておきましょう。で、折り目をつけましたら一旦ね、開いていただきまして、できればのり、スティックのりなんかがねおすすめなんですけれども、ニブのりだとね若干紙がふやけてしまいますので、固形のり、ご覧のようなですね、強力なスティックのりを使うのが一番ベターかなと思います。で、しっかりと底板の部分を貼っていただくと、これだけでちゃんとね、綺麗な四角が出来上がります。四角がね、できましたら、あとは前と後ろですね、この部分を、お互いに貼っていくだけなので、これね、どんなのりでもいいと思います。はみ出ると汚くなりますので、こういうボンドですね、手芸用のボンドをちょっとだけ使うのが一番楽ですね。で、ボンドを貼っていただいた後は合わせ目をしっかりと見ながら、ジビとかピンセットでね押さえながら接着をしていきます。少しね、曲面になってますので、引っ張りながら窓の上下ですねを合わせるように作ってあげると、ご覧の通りやんわりとしたね、紙の曲面的な雰囲気が出ますので、こんな感じで前ができたんでね、あとは後ろの方も同じように貼っていきます。こちらもですね、少し下に引っ張りながら接着しますと、単なるね四角ではなくて、少しね型の部分が丸みを帯びた電車らしい形になりますので、はい、でね、これですごく簡単にできましたけれども、北京地下鉄の TK1 型試験電車完成です。